参りましょう、はい、続きましての S ネーム、こちらですね、サルリーヌさんからいただきました。ありがとうございます。下野さん、ゲストの方はこんにちは。こんにちは。ラジオスタートおめでとうございます。失礼ながらこの作品を初めて知った私ですが、ラジオとアニメも楽しみにしております。負けず悔やまず頑張ってください。なんで励まされたの？悔やまずってどういうこと？別に悔やんでませんよ僕は。うん、若干おかしいなと思いつつも、このラジオをやることに僕は何の後悔もない。いや、すごいやりきってる感じがいいと思います。ね、はい、頑張ってください。ところで今年冷やし中華はもう食べましたかってどういうことですか？すごいすごい変わった。これは冷やし中華食べました？食べてないです。まだ食べてないんですか？まだ食べてないです。今年ですよね。今年です。まだ食べてないです。僕もう3月から食べてますよ。早っ。言うなれば僕スイカも3月ぐらいから食べてますよ。そうなんですか？はい。じゃあ結構夏のこう食べ物っていうか大好きなんですか？そういうわけじゃなく大好きですね。へえ。スイカはもう結構食ってますよ。へえ。スイカって美味しいですか？ちょっと待った。何ごめんなさい。もう一回、今俺がちょっと聞き間違えたのかなって思ったんで、もう一回言ってもらっていいですか？スイカって美味しいですか？うん、どういうことだ？スイカが美味しくないってどういうことですか？だって種あるから食べづらいし。種も食ったらいいじゃないですか。種も食うんですか？種も食べますよ。本当ですか？僕はプププププってやりません。全部僕のお腹の中に入っていきます。あ、いつかじゃ芽が出てきますね。そうですね。体中からスイカがポッポポってなったらいいなって思います。やったなるか。すいません。そんなに、そうダメです。種がダメですか？種とあとなんか水っぽい感じが苦手です。そこがいいんじゃないですか。本当ですか？熱中症対策にバーンってもう最適な食べ物ですよスイカって。そうなんですか？そうですよ。水分あんだけあるんですから。知らなかったです。あんだけ水分もあるんだから熱中症対策になるでしょう。ああ、そうなんだ。なんかお腹が緩くなるとか聞きません？そうなんですか？お腹が緩くなるの？って言いますよね。あ、言わない？あ、なりますよきっと。じゃあそのうち。そのうちもう結構食ってますけど全然なってませんよ。強い。それでそのうちなんですか？まあ確かにね、胃腸がね弱い方はね。なんで胃腸の弱い方の話してんのよ。何そうですね、そうですね。ここは何だ、どっかの胃薬の番組か？違う、そんなことないです。提供はなんとか製薬か？違います。違いますよね、はい、でもなんかこう味も水っぽく感じるなと思って、あんま好きじゃないんですよ。あ、そうなんですね、はい、逆に好きな食べ物って何ですか？いちごは好きです。水っぽくないですか？いちごはこうギュッとね。は？果肉がギュッとこう。スイカも果肉ですよ。じわじわって感じ。まあ、果肉つうかあれ野菜なんだけどね、ほとんどね。そうなんだ。キュウリと一緒ですよ。分類的には。スイカって野菜なんですか？野菜です。やばい、知らなかった。野菜ですよ。すごい、これためになるラジオですね。ごめんなさい、そんな大したこと言っちゃいねえ。むしろ聞いてるリスナーさんもって思ってます今。まず引かないで。ごめんなさい。すいません。なるほどね。はい、まあそんな感じ。いや、内山さんのことがどん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 分かってきましたね。やばい、すいません。はい。はい、ということで、はい、まあこんな感じでですね、さまざまなメール皆さんね、気兼ねなく送っていただければいいなと思います。なんだったらですね、ストレス溜まってたら、おい下野お前伏せみたいなこととかね、全然書いてもらって構いませんから、こちらの方、ふつおたの方にね、どん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 送ってください。よろしくお願いします。以上、ふつおたのコーナーでした。ブラジ、もっと激しくお願いします。